皆さんこんにちは。今回スプラトゥーン3で偉い、縄張りバトルガチマッチとかやってますけど、縄バトラーの動画誰も出してへんわと思ったから、僕縄バトラー全員になります。よろしく。バンカラ地方大流行の最高に生かしたカードゲーム、その名も陣取り対戦縄バトラー。今ね、あなたの縄バトラーのステアターデッキタダでもらえるキャンペーン中のいいでしょ。はい、これどうぞ。皆さんタダでもらえますよ。マクオマクオ違うか。サドデッキゲット。陣取り対戦縄バトラーで遊べるようになったぞ。それは15枚のカードを組んだデッキ、デッキさえ持っていれば誰でも縄バトラーで遊べるの。早速遊んでみる。説明書読んでもらう決まり。長いから適当に見といてね。縄バトラー、はい、大流行のカードゲーム。テトリスみたい。縄バトラーは1対1で縄張り奪い合うカードバトル。カードを出し合ってたくさんのマス塗った方の勝利。カードを出してステージを塗れ。毎ターン4枚の手札から1枚選んでステージを塗ろう。勝負は12ターン。カードごとに塗れる形が違うと。自分の接してるも、あーなるほどね。ん？自分の接しているマスは塗ることができるけど、すでに塗られてるマスには重ねられないから注意。つまり今のこの形やったら、この T 字みたいな241の形やけど、そもそも色、そもそもとして色として塗ってるところは重ねて塗ることができひんということか。だからあくまで自分の塗ったマスの隣り合う、だから9方面ですね。上下右左、右上左、上左下右下のこの合計8方向かな、1、2、3、4、5、6、7、8方向に置くことができると。でテトリスみたいに回転できますってことだね。塗る場所見て決めたらカードオープン。数が小さい方の塗りたいマスが選ばれたら、じゃあ相手と重なった場合、数が小さい方のカードに塗られる。数が小さい方か。うん、カードの数字も同じなら重なったマスは塗ることのできない壁になる。うん、スペシャルウェポンを貯めろ。8マスで囲めば、8マス、スペシャルマスの周りは8、ああなるほどね、はい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 。8マスで囲めスペシャルポイント貯まって、囲むのは自分のマスでも相手のマスでもいいと。スペシャルアタックでカードを出すと相手のマスを塗り返せる。スペシャルアタックはだからオセロみたいにもともと自分のカードを敵陣地にボーンって置けたりはできないっていうことですね。スペシャルアタックは自分のスペシャルマスに接している場所にしか出せないと。カードパックが手に入る。カタログくじ引きからゲット。自分だけのデッキ組もう、16まで持ってますぜーと。まあそう、全然分かってないけどやってみたら分かるからやりましょうよ。初心者クラゲでいくぜ。よークラゲ、レベル1対戦開始。対戦よろしくお願いします。スターターデッキでいきます。さあシラモバーサス初心者クラゲいくぜ。まっすぐストリート。さあ手札のカード引き直せんや。でも横棒とかは最後の方に持っていきたいなっていうのはある。引き直そう。一回だけできるのかな、引き直しは一回だけで。この時点で多分相手の数字かより少ない方がいいんやろうな。ただしあくまで数字が大きい方が塗る面積は大きいっていうことか。なるほどね、難しい、奥深そう。置いたらここでいいや。あ、俺の方が強かったか。ん？よくわかんねえ。まあいいや。次この辺にしましょうか。次この辺をもう一気に詰めていこう。ほらよっと。だ残り10ターン。ちょっと A 型貴重ですと。別に A 型やからどうこうはないけどさ、あれ実は血液型ってもうね、あんま当てにならん。血液型ぐらいなんて当てにならんって言うからあれやけど、もちろんこうきっちり塗っときたさはあるよね。こことあー微妙やな。ここ置いたのかな。ここ置けません、ルール的に。ここどう、68。おっ、おー、あーなるほどね。もし重なった場合数字が小さい方が勝つってことか、今みたいに。はあはあはあ、なるほどね。これはあくまでその取られへんためにここら辺にポンって置いとくのが正解ということか。
で、スペシャルオンにして、まあとりあえずやってみるか。相手を塗り返せるから、まだや、まだやめとこ、まだやめとこ。スペシャルはもうちょっとギリギリになってから使うべきやわ。よいしょ。かといってもな、この盤面でいいカードがあまりないっていうのが本音ではある。ここどうぞ。さあ88、 OK。 さあ残り7ターン、そろそろやばくなってきたんじゃないでしょうか。ここか、ここに置くしかないわな。こうで、そろそろやな、そろそろあれやから、スペシャルオンにしちゃって、これをここに、あれ敵と隣やってるとこは無理なんか。ん、2マス以上、1マス絶対いけるってことか。なるほど。あ、スペシャルのあくまで横に置かなあかんのね。多分ここにやったら置けるはず。この一番右下は置けへんやろ。ここやったら置けない。なるほどね。なるほど、理解した。それこやったらここの方がよくねえか。ここってほぼほぼもう詰められることがないから。ここでもいい。あ、ここはあかんのか。ここどうぞ。スペシャルアタック。俺、ボムラッシュ。オッケー。そこ取れた。で、私は出せるカードがないのか。なるほどね。最初に大きなものを出す必要性があると。あー、なるほどね。奥深いやん。複雑な形に置いてしまったら後々自分がしんどくなるよっていうことね。だからできるだけ大きいのは最初に使いましょうっていうことか。なるほど。すげえ戦略性のあるゲームや。よいしょ。で、こうなってしまったら俺はもう出すカードがないねんな。あー、なるほどね。もう10マスはいらんわ。はあ、はあ、なるほど。まさか負ける、この俺が。はあ、はあ、敗北者。あ、出せるものがねえ。くそー、出せるものがねえ、どっこにもねえ。うわあ、何も出せねえ。なるほど、こういうゲームね。はっはー、理解したわ。全てを完全に理解した。こうやったらもう次やったら勝てるわ。なるほど。むず初心者クラゲに負けてねえけど、俺テトリスめちゃくちゃ苦手なの、これ露呈したわ。なるほどね。次こそ勝てる。デッキは変えずにそのままいってやるよ。最初に14来たらめちゃくちゃでかいねんけどな。引き直そう。最初にでかいの欲しい。14来たー、あざっす。これがめちゃくちゃ欲しかった。どこにどうこう、こう、こう置くか。こう置いて、で大丈夫やと思うねんけど、変に最初からこんな感じで置いたら後々しんどそうやけど、いけるか、行こう、行ってみよう。ドンと、おらよ、どんどん進行しやんよ今回は。多分こうかな。こうやっといたらもう自陣に攻め込まれることがスペシャル使われん限りないから、ここに置いといて、さらに敵陣に攻めていくっていう方法の方がいいか、手段としては。ただスペシャルを使うならっていうのもあんねんな。スペシャルを使うならもうちょっと使いやすいところに置いとかなあかんから、ほいと。
ハッチのどこに置こうかな。ここで、ここ縦一直線置けるから、ハッチまた複雑な形きましたの。まあここかな。よいしょ、いいね。56対50。なんで向こうの方が勝ってんの、おかしくない？コンピューター強くない？気のせいか、俺が弱いだけか、どっちや。よいしょ、あーここ、ほい、よいしょ。後々こういろいろ置けるようにしやなあかんからな。置けるか、一応置きはするか。ここに置けるのが分かった。うー、ギリ置けへんか。じゃあこれは廃棄やな、後で。でも6ぐらいで置けんじゃね、この辺。どう、ギリ無理なんか、無理なんか、くそー。うーん、ここよいしょ、 OKOKOK。 フラッシュボームで、ここにこの横一直線置いたらいいんじゃない。こう置いた方がいい。OK、 70で5は5か。ここで8いこう、こうこう、よいしょ。78対8。じゃあ70対78。6どこに置こう、6ここにしか置けへんよな。5ってそこ置けるからやねんな。うわー、きついなー。まあ6個置こう、マスいっぱい取れるから。6取って、よいしょ、相手パス、パスしかできねえだろ。さあ11、11はもう何もできませんから、はい。5、まだ置けるか。なるほど、お、相手し、こっから逆転とかないっすよね、ないっすよね。オッケー、ようやく勝てた。オッケー、初心者クラゲ突破。でかいの難しいな。ナーバトラにさせ、のんびりクラゲと対戦できるはずだぞ。続けていくぜ。ちょっと編集したいけど、まあいいか、このままやってみるか。いっそ初心者クラゲ、違う、君じゃないです、君さっき戦ったんでいいです、もう十分です。ギブアップ、よいしょ、ちゃんとついてんのね。と1対1。負けてるよ、やめとく。あ、違う違う、のんびりクラゲと、あ、のんびりクラゲ今レベル1レベル2とかあんねや。ほんほんほん、なるほど、かかってこいよ。俺はスターターデッキで勝つぜ、のんびりクラゲよ。のんびりしてる間に俺が陣地どんどん塗っていってやるよ。引き直さんでよかった、まあいいや。うわ、引き直さんでよかった、ミスったー、ギャー。まあこうしておきましょうか。よいしょ、叩き剣石ブランドまで進出してるのか、これに。ここ、こう、よいしょ。あ、相手なんかめっちゃ攻めてきてんぞ、怖いなー、怖いな、ワイワイな。あー、まあここらへんかな。ここに、あ、あー、ここに正直置きたいけど、ちょっと待ってよ。となれば、これが正解択か。いいな。いやー、こうしたらあれやもんな。で、こうやってまた自陣にさ、引きこもることになるやん。それはできれば避けたいねんな。となればこうか。よいしょ、で10やけども、これはここに一気にいっちゃいます。10の8、
うわー、そうくるか。でも逆を考えろ。これは逆を考えれば敵陣にガンガン攻め込んでいけるということや。よいしょ。お互い様考えること同じ。さあ11置いてやんよ。古えな。おらよっと。何？ダニ？あいつ俺の思考が読めるだと。まあこれはここでいいでしょう。よいしょ。さあお相手しなかなか強いな。まあ15も廃棄確定やから、こうだ。よいしょ。ここからどうするかな。こう、これ以上敵の侵入をあまり許したくないから、で5は多分確定でここに刺すしかないよな。よいしょ。こう、おっと、これが言ってるな、言ってた壁か。で敵の侵入を許したくないからここ確定かな。あ、そっちか、奥か。やったら、くそ、また負けた。このゲームクソ難しい。本編より難しい。やべえ。このゲーム本編より難しいわ。全然勝てねえ。デッキ改変したの全然勝てへんわ。はい、そんなわけでラーバトラーでした。ぜひ皆さんも本編だけでなくこっちのラーバトラーで遊んでみてもいいんじゃないでしょうか。ちょっとこれからこれやります。ありがとうございました。